ですえっと、僕は、小田所有スタジアム群馬に行ってきまして、はい。ザスパ群馬対鹿児島入れないってるし、そうだ。名前変わった。あないでくださいね。名前変わったんですよね。いいではい。はい。草津がなくなりました、抜けました、ね。はい、オール群馬で戦うというね、はい、ザスパ群馬の思いを背負って、はい、まず言っておきたいのが、はい、どうぞ。ものすごい寒かったですよね、昨日。寒かったです。 だけど僕が正田醤油スタジアムで見たことないぐらいのグッズ販売の行列。すごいですよ。あそこのメインのとこですね。メインの後ろのね、入り口のーーのが入てて。はあ、りますよ。わか,かりますよ。わかりますよ。あれが、あっちのアウェイサポーターの方まで、はい、ここが最後尾ですっていうぐらいまで、あの、メインの入り口のとこからガーッとアウェイのぐらいの方までこう並んでて。はい。 やっぱりやっぱ新エンブレムのグッズを。あ、そういうことか。求めて。はい。で、まあ、鹿児島サポーターもいっぱいいましたけど、ありましたけど、4000人入ったんですよ。雨の中で。はい。あの逃げるところのない。はい。皆さんずっとだからグッズ向かって濡れっぱなしでアップの時から。嬉しい、ありがたいですね。素晴らしい雰囲気でした。雨でしたけど。はい。 それはちょっとまず伝えておきたいと。はい、で、そのぐらいね、昨シーズンやっぱ期待をね。そういうことなんですよ。はい。そこですよね。11位で、まあ、プレーオフね、もう剣も見えましたし。はい。ちょっと長倉選手抜かれて、苦しい時もありましたけど。はい。はい、っていう中で、結果は1対1でございます。おはい。僕、それで全く見てないんで。いやー、そうですよね。はい。高澤選手が先制して、 藤本選手で追いついたという、まあ、ざっくり言うとこんな展開だったんですけれども。帰ってきた、高田選手。高田選手、そうですね。はい。いきなりですね。システムはこんな感じですか色が似てますね。そうですね。しょうがないでしょう、しょうがない。チームカラーが。あ、システムこんな感じ。こんな感じですけどね。はい。はい。で、はい。まず、新加入で言うと、はい。ここに、 大畑選手。岡本選手抜けましたんで。そうだ。岡本選手、山形ですよね。で、出てなかったです。メンバー外だったんで、はい。メンバー外。大畑選手、富山から来ましたけど、はい。前橋育英出身。はい。来ました。また、前橋育英。はい。はい。高田選手、町田から戻ってきまして、5年ぶりかな。五年ぶり。はい。J3 の時にルーキーイヤーで17点。そうですよね。はい。そのぐらいか。 はい。二人ですね、こっちは。はい。で、まあ、大月監督三年目ということで、もう、実刑もしておりますね。はい。で、こっち、運動家、チャールズ選手。はい。知ってましたボニフェス選手の弟さんです。知ってます一ってます ?YS とかいましたよね。YS で。はい。して、岐阜から。で、こっちは田中選手。はい。こっちは、えっと。渡る選手田中渡る選手、そう。おー。はい、はい、はい。入りました。はい。期限付きで。はい。で、藤村選手、金沢から。 そうか。藤原選手ね。はい。はい、で、ここに、いば<っ>選手、清水から。はい。僕と同じ名前、アキラ。アキラさん、はい。はい、はい。だから、4人新加流でセンターラインなんですよね。あ、そういうことか。はい。結構、だから、まあ、新しくもなっているけれども、大島監督の去年のやり方も、続きながらって感じで。うん、はい。はい、で、まあ、簡単にざっくり振り返ると、はい、前半は、えっと、 すごい、鹿児島良かったですね。鹿児島面白いですね。そう、え、ざっくりでどういうサッカーですか鹿児島。鹿児島はですね、えー、っと、つないでくるんですし、はい。あのー、結構ボランチが結構ね、こう、この辺とかを取ってきたり、うん。で、両ワイドは結構ワイド開いてるんですよ。あ、そうなんですね。で、結構田中渡選手は自由に顔出しながら、 うん、で、まあ、村木選手、渡辺選手も中盤嫌いだけど、山口選手がグッと上がってきたりとか、去年までは藤本選手結構先発とか儲かったんですけど、群岡、はいはい、選手は結構キープできたりするんで、はい、から強いんで、はい、ここでポストプレイのところに何人かこう、絡んでいって、はい、ポンポンっていったりとか、惜しいシーンも結構作ってましたんで、良、はい、かったんですけど、それよりも、 あの、大月監督も、まあ鹿児島守備が強いんだよなって、あち話してたんですけど、はい、守備も良くて、はい、結構群馬去年3バックでこう持つじゃないですか。はい。はい。これは一緒なんですよ、はい。あ、これは一緒なんですよね。これはもう群馬は、もう鉄板中城<潮>城、はい、は境で、はい。で、こうちょっと右肩グーと上がって,って、はい、はい。で、佐藤選手ワイド取って、大和選手はちょっと内側取って、はいうん、うん。で、この二人でこううまく、 回収して前みたいな感じだと思うんですけど、はい、まちょっと変えてるのかなと思ったらちょっとわかんないですけど、細かいですけど、落ちるときに平松選手ちょっと結構左に落ち、高澤選手が右落ちみたいな、なんかある程度決まってたのかなと思うような前半。そうだったんですねちょっとまあ、まあ、ちょっと、うん、そ大和選手は結構もうフォワードの位置までガーっていったりとかはははいはい、はいって思ったんですけど、その結構、群馬って。 ボールポジッション去年持ってた時あったじゃないですか。はいはい。ありました。で、前にも運べて、じゃあそっから最後、うんうん、アタッキングサードはどうかなみたいな試合も結構多かったと思うんですけど。はい。はい。結構持てなかったんですよ。そんなに思ったより。えそうなの意外ですね。でもこれにもう、あの、3枚に、もう、米沢安藤か、五両、マセの、<ー>もう、こっちにボール、左に、 左にボール行ったら、はい、もう米沢選手もこの、この半分にもう密集作って、はい。はい。で、結構人もついてくるんで、はい。人についてくるんで、もう、はい。それを群馬がうまいこと前進できない、自陣でどうにかして、あ<ー>まあ、久し選手がロングで、カオシボールみたいなシーンも多かったですし、はい。 で、そっから鹿児島が、特に右サイド、五両選手と渡辺選手絡んでクロスまでとか、うん。米田選手も左行って、野崎選手後ろでサポートして、どっかに当ててとか、なんかそういう感じで、結構田中渡辺選手がね、いいとこで、狭いとこでも受けられて、はい、はい、はい。ぐるっと回って、ものすごいシュートを打つみたいなシーンもありましたし、うんうん、はい。まあもう一歩まで、ゴールまでもう一歩っていう感じの前半だった。<laughs> んですね、そうだったんですね。はい。内容的には鹿児島前半はそうだと思います。あ<ー>で、そうではい、あのー、まあ、あ群馬も最初は何なのか勢い持って、佐藤洋選手が仕掛けて、こっちかわしてクロスでヘディングありましたけど、はいはい 思ったようにこうビルドアップでこういけて J2 の貫禄をみたいな流れになかったんですよ。今年、うん、もやれるぞと J2 でも。はい。はい。みたいなワクワク感のが前半はあって。はい。それで、それで変えたんですよね。え、0-0で折り返したってこと ?0-0、ね、折り返しです。はい。はい。はい、で、平松選手を変えて、<あ>ハーフタイムで。スタートから。はい。はい、はい。はい。で、で佐川選手。きた ベルディから。はい。ね、入りました。入りました。これで、ね、ある程度、さっきのあの山形、えー、じゃないですけど、はい。ターゲットを、はい、佐川選手に定めたのもありまして、まあ,あ、そこに、高澤選手も落ちすぎず、うん。っていう感じも見えましたし、なんか、はい。3バック絶対つなぐぞみたいなのも、 後半の何本かは長いボールで行こう。まあ、立ち上がりだかっていうこともあるかもしれないですけど、まあ、串口選手が長いボールで前にっていう感じで、やってる中で、徐々にこう、フリーキックとかコーナーキックが取れ出して、はい。得意のセットプレーで66分ですね。出た出た得意のセットプレーはい。<た>佐藤涼がいますんで, <laughs> で、右足は風間がいますんで、いはい、はい。はい、この2人のね、 はい、高精度キック。しかも、はい、あのなんかもうフリーキック、まあ前半もその最後もチャンスあったんですよね。で、まあ押し込んでのかもし最後、前半の最後、アディショナルタイム1本、坂井選手かないいタイミングでフリーキック合わせたのがあって、はい、やっぱセットプレー可能性あるよねっていうのと、僕、はいはい、やっぱいろんなサインが多分あるんで、うん、白は選手とかともいろいろコミュニケーションを取ってる中で、はい、えっと、この辺からの、 フリーキックですね。もうコーナー、はい、ほぼコーナーみたいなところから、はい、うん。ブーって上げたボールを、出森選手が、まあ、速いボールだったんで、ちょっと超えちゃって、うん,うん。ファーサイドで高沢選手が、高沢選手らしい角度もコースもないけど、ヘディングで押し込んだっていうのが先制ゴールでしたね。うん、あ、そうだったんですね。うん。はい。はい。それで、そっからじゃ群馬先生と。 こういうしぶとい勝ち方できるチームになったよね、みたいなちょっと空気が。はいはい。強い。やっぱ、鹿児島いいけど、やっぱ J2 簡単じゃないんだぞっていうところだったんですけど、66分に失点してから、まあ、た最初たんも竹選手、まあ準備をしてたんですけど、竹選手入れて、でまあ、藤本選手、はいはい、富山選手、まあ、はい、二、はい、人でも J2 も J1、はい、J1 とかもね、はい、経験のある選手を入れて、はい、鈴木選手も入れてですね。はい うん、まあ、あの、どっか選手も収まってたけど、ちょっと変化も加えながら、点を取りに行ってというところで、はい。はい、あのー、攻撃をしてるんです。まあ、でも前半ほどは攻められてないところもありましたけど、やっぱね、佐川選手が一人で結構収められる、はい、クリアボールとかもね、佐川選手収めて、<laughs> で、この、はい。はい、特訓アタッカーも入ってますんで、はい、クロースまで行ったりとか。 左。左のやり。左のやり、もう一人でも、もうクロス多分、63分から多分5本ぐらい上げてます。さすが。さすがだ。さすがです。もう、大月監督の目の前何度も往復して。もう行けと。はい。行けと。行けと帰れと。もうそれで、行ってて、そんなに多くチャンスはね、作れてはなかったんですけど。はい。ただ、ゴールし決まったのは、はい。ハイプレス。 あ、あ<の>鹿児島の。群馬が、まあ、ターゲットもあるけど、まあ、つなぐとはつきなぐんで、当然。はい,は,いはい、はい、はい。笠選手に入ったところに、はい。藤本と杉、鈴木、途中出場、この二人ですね。はい、は、はいはい。この二人でね、もう、ガッ、こうなってで、ね、も挟んでいったんですよ。あそこまで、群馬は、なんか、つなげ、 前半からね、繋げないけど、引っかかるって感じじゃなかったんですけど。はい、ここぞという時にガッとくっくって。はい。で、藤本さん、僕多分、ファーストシュートじゃないかな。あ、そのぐらいだったんですね。で、エリアの外っすよ。奪った時は、はい、はい,はい,はい、はい。右足バーンっ振って。はい。当たり前のように、来ました。<laughs> もうじゃあ右足一線って感じです、ね、右足一線、あ、言いました、それ。 あ、ごめんなさい。<laughs> 言いました、ね、大悟さん。言いました。右足一軒、ねはい。え、実況でもうそれしかないぐらいの。でそのぐらいな。はい。うわぁ。雰囲気を変えちゃったんですよね、じゃあ。いや、そうっすね。なんか、その後僕、あの、X 見たら開幕男だったんですね。ちょっとリサーチ不足で申し訳ないですけど。あ、開幕得意らしいですね。そうだったんだ。 そうか。じゃ、それでまた決めたこところなんですね、はい。はい。で、そっからです。面白かったのが。そっから、そっから、いち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 。で、これ、群馬、ちょっと握り切ろうみたいな空気だったんですよ。はっきり。はい、はい、はい。タカトラ。タカトラと和田さん。さんはい。うちの息子と同い年です。和田さんですかはいマーー。マーシーって言ってました。マーシーさん。はい。タカトラさん右入れて。はい、い。もう、ね、しか、もう、ねえ、 か、逃げようと思ってたところから。でそっからね、高虎さんの仕掛けで行ったところもありましたし。うんはい、はい、はい。で、群馬も、で、鹿児島もいちいちでいいかみたいな考え全然ない、なく。おお、はい、はい、はい。最後も、もう、カウンターで米沢選手とか、入ってってみたいなシーンもありましたし、<は>富山選手がいいオーバーラップ、インナーラップか,か、ね、かな、うん、とか、のもありましたし。はい。 どっちもね、本当に最後まで3を狙いに行った試合が見れたので、寒い中でしたけど、みんな多分。うん、まあ、だから終わった瞬間は両方の選手が悔しそうな表情しああ、そうだった。はい、勝ちたかったと。勝ちたかった。ああ、そうだったんだ。はい。だけど、の鹿児島の大島監督なんかおしゃれですし。<laughs> おしゃれですよね。おしゃれかっこよくないですか,かっこいい でコメント、インタビュー受け答えもなんかスマートなんですよ。はい。あ、あ<の>そうなんですね。はい。できた部分と、まだ足りないと教えてもらった部分と両方見つかりましたみたいな。うん、なんかすごいスマートなんで。うん、はい。雨に濡れてる、うん。そうなんだ。そうなんだ。だからなんかまあ、ブレずにこれ鹿児島やってきたら、うん。ちゃんと勝ち点取れる気がします。ああ<ー>。だって群馬はなかなか、 ねえ、あれで守りきるイメージあったからた感じで見ると。そうですよね。うん。よく取ったなっていうのと。追いついたのは。うん。で、あれですかあの J2 でやれる手応えを。全然掴んだんじゃないですかそのぐらいな。ドローでは、はい、ドローとはいえ。はい。そうだったんだ。そうですね。なので。 面白かったですね。鹿児島はちょっと、面白かったってツイートしたら、あの、鹿児島の人が反応してくれたんで、みんな鹿児島のサポートもそう思ってるんじゃないですか。やっぱ、今のサッカーも好きっていうか、内幕戦らしい楽しい試合でした。はい、あ、だけどね、一つ、一ついいですかはい、どうぞ。鹿児島の富山選手どうでしたうちの息子は大学時代、対学のスターだったんで。途中から出てきて、はい。 ま、野中選手とはちょっとまた違う縦のなんか推進力みたいな、何もかいいところで上がってきたりもしてましたし。はい。本当ですかはい。気合は入る。よかったです。あ、そう、高虎さん一本で、ね、ボレーあったんですよ。え、ちょ、チャンスでした。左からのクロスで、はい。左足にボレー。はい。あれ決めてたら家長になれたと思います。<笑><笑>なれなかった。まだ。まだ まだ A 長ですかでも、群馬は、その新海の佐川選手とか、はい、まあ高田選手もそうですけど、なんか昨日去年とまた違うスパイスが入ったから、はい、うまくこういけばまた、ベースはあるんでね。ああ、で群馬は群馬で。じゃ群馬も、はい。その群馬が全然悪かったとかじゃなくないとう,うん。ありがとうございました。